それでは、三毛猫と X 染色体の不活性化について説明します。一応確認しておきますが、猫にはメスとオスがいます。この上の細胞がメス猫の細胞のモデルです。下にあるのがオス猫の細胞のモデルです。細胞の中にはこんな風に染色体がたくさん入っています。これ一部しか描いていませんが、染色体がたくさん入っています。で、この染色体はタンパク質と DNA でできています。DNA は遺伝子の本体なわけだから、染色体には遺伝子が載ってる。染色体には遺伝子が入ってることになります。オスとメスで持ち方が違う染色体があります。例えば、今黄色で示している染色体は、メスの方は同じ長さのものが2本、オスの方は長いのが1本、短いのが1本。こんな風に持ち方がオスとメスで違う染色体を性染色体と言います。一方、オスとメスで形や大きさに違いが見られないものを上染色体って言います。今黄色で示しているのが上染色体ですね。今回は1対しか描いていませんが、本当はもっとたくさんのペアがあります。それでは、三毛猫の白、茶色、黒色の毛のうち、まずは白い部分について考察してみます。この白い部分に関係する遺伝子は上染色体上にあります。大文字の S っていう遺伝子を1個以上持てば白い部分ができてきます。もし小文字の S しか持たない、大文字の S を1個も持たないときは白色の部分はできてきません。ちょっと細かい話なんですが、この大文字の S とか小文字の S っていう遺伝子は、色素細胞の移動に関係する遺伝子です。色素細胞っていうのは、毛の下の方に位置して、その毛に色をつけるような細胞です。その色素細胞、どっから由来するかっていうと、この猫が受精卵から赤ちゃんの猫になる途中で、背中の方の領域からファーッと全身に移動する、全身に広がっていくことが知られています。で、小文字の S しか持たない猫の場合は、その色素細胞の移動が全身にくまなく行き渡ります。つまり色素細胞が全身にくまなく行き渡って、全身に色がつきます。例えば全身が黒になったら黒猫になります。だけど、大文字の S の遺伝子を1個以上持つ猫は、その色素細胞の移動が中途半端に終わってしまう。全身に行ききらない。なので、色素細胞が届かなかったようなところが白色になってしまいます。そこの体の部分が白になるんですね。さて、続いて茶色とか黒色の毛について考察してみます。この毛を茶色とか黒色にする遺伝子は性染色体上に載っています。性染色体上の特に X 染色体上に載っています。性染色体というのはオスとメスで持ち方が違う染色体です。で、X 染色体を猫の場合はメスが2本、オスが1本持ちます。Y 染色体という染色体をオスは1本持ちます。X 染色体にはたくさんの遺伝子が載っています。一方、この少し短い Y 染色体には、これは動物種によって少し違いますが、基本的にはこの Y 染色体には体をオスにする遺伝子以外はほとんど載っていません。こちらは染色体と遺伝子のモデルです。染色体っていうのは実体は DNA なわけだから、そこには遺伝子があります。染色体上に遺伝子が何かこう入ってるっていうようなイメージです。染色体には遺伝子が入ってる。そして今回、体を黒にする遺伝子と体を茶色にする遺伝子が猫の場合は関わります。で、その体を黒にする遺伝子と体を茶色にする遺伝子、これは X 染色体上にあります。つまり X 染色体に載っています。同じことに関係する遺伝子は
染色体の同じ位置に乗ります。こんな風に毛の色に関係する遺伝子が今回2種類ありますね。毛の色を黒くする遺伝子、毛の色を茶色にする遺伝子。こういった遺伝子がそれぞれこの染色体に乗っかるようなイメージです。注意してほしいのは、X 染色体1本につき、こういった毛の色に関係する遺伝子が乗る場所は1個しかありません。このように X 染色体のそれぞれに毛を黒くする遺伝子が乗ることもあるし、メスの場合は X 染色体を2本持ちますから、片方の X 染色体に黒色にする遺伝子、もう片方の X 染色体に茶色にする遺伝子が乗る場合ももちろんあります。三毛猫が生まれるのは、2つの X 染色体にそれぞれ黒にする遺伝子、茶色にする遺伝子が1個ずつ乗るような場合です。そのような遺伝子を持った受精卵が、まずは体細胞分裂で細胞数を増やしていきます。そして大体数十個から数百個に、まだまだそれでも、子猫になるにはまだまだ早いよ。細胞の数を受精卵から増やしていって、大体細胞の数が数十個から数百個になった時に、ある現象が起きます。これは哺乳類に特有の現象ですが、受精卵から数十個から数百個に細胞が増えた時に、それぞれの細胞でランダムに2本あるうちの X 染色体から1本が選ばれて、これはランダムに、細胞ごとにランダムに選ばれて、そちらが機能を失っていきます。これを X 染色体の不活性化と言います。繰り返しますが、2本ある X 染色体のうち、どちらが不活性化するかは細胞ごとにランダムです。そして不活性化された X 染色体の上にあった遺伝子は機能を失います。そして X 染色体の不活性化を受けた細胞は、その状態を維持したまま、さらに体細胞分裂でどんどん数を増やしていきます。例えば、茶色にする遺伝子が乗った X 染色体が不活性化を受けた場合、残っているのは毛を黒くする遺伝子だよね。で、この細胞がこの状態を維持したまま、どんどん体細胞分裂を繰り返して数を増やしていきます。そうすると、そのエリアは黒色の毛が生えるわけです。で、別な細胞は黒色の遺伝子が乗った X 染色体が不活性化されている。で、残ってるのは、つまりまだ機能を失っていないのは毛を茶色にする遺伝子の方だ。で、この細胞がどんどん数を増やしていって、で、そのエリアは茶色になるわけですね。このように、毛を黒くする遺伝子が残った細胞が分裂した結果、黒色のエリアに、毛を茶色にする遺伝子が残った細胞がどんどん分裂した結果、茶色のエリアになるんですね。さて、なぜ三毛猫のオスはとても珍しいのでしょうか？もうお分かりかもしれませんが、オスの猫には X 染色体が1つしかないので、黒の遺伝子か茶色の遺伝子かのどちらか1つしか乗ることができないんですね。こんな風にメス猫の場合は X 染色体を2つ持てますから、片っぽに茶色の遺伝子、もう片っぽに黒の遺伝子が乗って、こんな風な状態になることができます。そしてどちらか一方がランダムに不活化されるから、茶色が不活化されれば黒色に、黒色が不活化されれば茶色になるっていう風に2色の色を持つことができます。一方、オスの場合は X 染色体が1本しかないもんですから、これ遺伝子がどっちか1個しか入らないですよね。どっちか1個しか入れない。だから黒の遺伝子が入るか、もしくはね、茶色の遺伝子が入るかしかないわけです。メスのように黒と茶、2つの遺伝子を持つってことがオスの場合は基本的にはできないんですね。それがオス猫が三毛猫になれない、
もしくはサビ猫。サビ猫っていうのは黒と茶色の2色の毛を持つ猫になれない理由です。オスの猫で三毛猫とか茶色と黒のまだらになるような猫っていうのは染色体突然変異が起きて X 染色体を2本持つような猫、そんな猫なんです。だから非常に珍しいんですね。と、まあここまでの話はね、どこにでも載ってますよね。これなんで X 染色体の不活化なんていう現象が起きるんでしょうか。 Y 染色体の不活化は起きないんでしょうか。これ例えば X 染色体の不活化の意義、その一つに遺伝子発現量の補正っていう説があります。実は遺伝子っていうのは阻害しても何かしら体に異常が出てしまうだけではなくて、過剰発現しても、つまりある遺伝子が異常に発現しすぎてしまう、異常にある遺伝子が働きすぎてしまってもやっぱり体に異常が出てしまうことが普通なんですね。例えば最もシンプルな方法で言えば、肺に無理やりメッセンジャー RNA を注入すると、遺伝子の過剰発現を再現できるわけですが、そうするとやっぱり正常には普通は発生しないんですね。もう一度性染色体を見ていただきたいんですが、オスでは X 染色体は1本、メスでは X 染色体は2本あります。これ何の調整もせず X 染色体の遺伝子が普通に発現するとしたら、これ当たり前ですけど、何の補正もしないとしたら、オスの2倍量遺伝子がメスでは発現することになります。これをなんとか補正したいんですね。例えば、ショウジョウバエではオスの方の X 染色体がメスの2倍量遺伝子を発現して、オスとメスで遺伝子の発現量を揃えています。あとは例えば線虫なんていう動物は2本ある X 染色体のそれぞれを部分的に機能を抑制することで、2本ある X 染色体を部分的に両方とも抑制することで発現、遺伝子の発現量を揃えています。猫を含む哺乳類の場合は、メスの持つ2本の X 染色体のうち1本を不活性化することで、オスとメスで X 染色体上の遺伝子の発現量を揃えているんですね。こんな風にメスの持つ X 染色体のうちの1本を不活性化することで、オスとメスで遺伝子の発現量が揃うわけです。この Y 染色体にはもうほとんど遺伝子が載ってないんで、この Y 染色体は特に問題にならないんですね。X 染色体にはいっぱい遺伝子が載ってるから、その X 染色体との遺伝子の発現量をオスとメスで揃えなきゃいけないっていうのが、この X 染色体の不活性化の意義です。 X 染色体の不活性化の仕組みについては実はまだ完全には解明されていません。動物の種類ごとに、そして同じ哺乳類でも哺乳類の種類ごとに若干その仕組みが異なることが分かっています。ただし哺乳類の X 染色体の不活性化には翻訳されない RNA が関わっていることは間違いなさそうです。皆さんは高校でトランスファー RNA、リボソーム RNA、メッセンジャー RNA といういろんな種類の RNA を勉強します。実は他にもたくさん翻訳に使われない RNA が細胞内から発見されています。そのような翻訳に使われない RNA が X 染色体の不活性化に哺乳類の場合は関わっているらしいことが分かっています。大学生の内容です。では、ご清聴ありがとうございました。三毛猫の解説でした。